ただいまから第25回長野マラソンの開会式を行います。今年は1998年長野冬季オリンピックから25周年、長野オリンピックの遺産を受け継ぐ長野マラソンに当時のサマランチ IOC 会長から贈呈されたものです。男子総合優勝者に贈られます。その右側は女子総合優勝者に贈られる JOC 杯です。主催、共催、ご協賛者様から贈られる各賞が会場に展示されております。どうぞご覧ください。ではお待たせいたしました、今大会の招待選手ゲストランナーをご紹介いたします。まずビブナンバー1マイケル・ギザエ選手、鈴木、自己ベストは2022福岡国際マラソン2時間7分28秒です。ビブナンバー2西健人選手、大阪ガス、自己ベストは2023大阪マラソン2時間8分11秒です。ビブナンバー3堀尾健介選手、九電工、自己ベストは2022東京マラソン2時間8分25秒です。ビブナンバー4細森大輔選手、 YKK、自己ベストは2021琵琶湖毎日マラソン2時間8分28秒です。ビブナンバー5山本健二選手、松田、自己ベストは2022大阪琵琶湖毎日マラソン2時間8分38秒です。続いては男子ふるさと招待選手です。ビブナンバー20牛山純一選手、茅野市シティランナー、ベストは2022長野マラソン優勝タイム2時間14分42秒です。続いて男子ゲストランナーです。猫ひろしさん、お笑い芸人で2016リオデジャネイロ五輪にカンボジア代表で男子マラソンに出場、ベストタイムは2023東京マラソン2時間27分2秒。続いては男子視覚障害者の部招待選手です。ビブナンバー21101高橋雄一選手、自己ベストは2004霞ヶ浦マラソン2時間37分43秒です。以上、男子招待選手の皆さんです。皆様、大きな拍手をお送りください。女子ふるさと招待選手です。ビブナンバー70、秋山ほのか選手、長野県警察。自己ベストは2022長野マラソン2時間54分32秒です。続いて女子ゲストランナーです。西谷彩子さん、モデル、タレントとしてご活躍、フルマラソンの自己ベストは2016東京マラソン3時間1分32秒です。島原清子さん、東京陸上競技協会、現役時代は国内外のマラソン大会で活躍、現在は長野県佐久市を拠点に子育てを行いながらママさんランナーとして活動中、自己ベストは2009北海道マラソン2時間25分10秒です。木下由美子さん、東京陸上競技協会、現役選手として記録向上を目指しながら市民ランナーへの指導やランニングクリニックを開催、昨年6月に第一子を出産し、今大会は産後初のフルマラソンです。自己ベストは2019大阪国際女子マラソン2時間34分19秒です。以上、女子招待選手ゲストランナーの皆さんです。大きな拍手をお送りください。
ありがとうございます。明日に向かって、そうですね、明日はまあ、1年ぶりの長野マラソン、去年走って、結構ね、沿道もすごい多くて、で今年は参加人数も、ね、元に戻ったってことなんで、楽しんで走ろうかなと思って、明日は。とにかく明日はもうタイム、記録より記憶を、こう皆さんの記憶に残るような走りをしたいと思う。もう100回以上にゃーにゃーいますから。100回以上ね。はい、じゃあ後で教えてください。あ、はい、何回行ったか。あ、わあ、もちろんです。ちゃんと数えておきますんで、ゴールのところで待ってます。はい、よろしくお願いいたします。絶対もお願いします。長野を満喫したいと思います。にゃー。じゃあ、キャリアを一つ。あ、どうも。あ、さっき善光寺さんから気合をもらいましたが、私や気合を。はい、皆さん、ランナーさん、あ、ぶつかっちゃった。ネコさんもランナーさんも明日頑張らない。キャラ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 、おいおいおい。あれ、アニマの浜口じゃないですか。アニマの浜口でした。なるほど。ただの息子に。はい、今日はスタッフとして来ました。来ました、はい、スタッフの方が明るいんですけど、すいません、お世話になります。ぜひ頑張ってください。はい、僕よりカーボローディングしちゃって、いやいや、すいません、はい、ちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これべきカンボジアの英雄。猫さん、そして、はい、お疲れさん。はい、さあ、こちらです、こちらです。ありがとう。イエーイ。ゲストランナー、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。完走しましたね。そうですね。どうでしたか。いや、沿道が全然途切れないから、本当気持ちよかったです。いやね、なんかみんなが猫頑張れ、猫頑張れって言うから、すごい、背中押されました。楽しかったです。今日は割とゆっくりなタイプ4です。今日はね、3時間半前後で行こうかなと思って、はい、去年ちょっと飛ばしすぎたんで、なるほど、今回は長野を堪能させてもらいました。まあ、一言で言って、はい、猫さんにとってマラソンはどんなものなんでしょうか。ブラボーにゃー。マネージャーが心配してましたよ。もう拳の前ブラボーヌートバーペッパーミール。それでは改めまして、今日は何回言いましたっけ、はい、ご紹介します。多分世界で一番泣きましたね、にゃって。今日は泣き、はい、本物の猫より泣いたっていう。はい、本物の猫より泣いた。はい、今後の目標は何でしょうか。今後の目標は、今度6月にカンボジアの、プノンペンマラソンがあるんで、そこでまたみんなでいい走りができたらと思います。はい、猫さん、素晴らしい今日も走りありがとうございます。はい、よっしゃ。それさらに今日もライブもある。うん、昨日ハーフマラソン走った。そしてフルマラソン走った。はい、昨日ハーフマラソン1時間13分で、素晴らしい。はい、せ今日ライブある、鉄になる鉄猫ですよ。はい、本当にありがとうございました。じゃあ気合いだ、3連覇出ます。本当にありがとうございました。せーの、カラッカラッカラッニャー。すいません、ちょっと待って、くしゃみがちょっと、おい、アニマル甘口、アレルギーが出ました。今ちょっとマジで、すいません、ちょっと、ハマグリさんですね。ハマグリアレルギーです。ありがとう、ちょっと、ちょっと、お母さんが好きやなって言ってるんです。いやいや、はい、ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。はい、にゃおめでとうございます。疲れてんのは俺も一緒だ。もっと、ネットヒーローシーじゃ英語でキャットヒーローシー、はい、キャットヒーローシー、はい、シーエンうるせぇ。お願いします。はい、以上で終了します。
55分30秒経過、残り4分30秒、15秒、さあみんな、秒読み、カウントダウン、いくよ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、お時間経過。おめでとうございます。フルスタイルでのお時間、今入った選手は本当におめでとう。初参戦、西谷さんとはどういうことっけ。松本マラソンのきっかけに、松本マラソンの初フルで、今回長野マラソンの5時間切りの制限時間をゴールするっていうのを目標に頑張ってくださったんですよ。すごい、マラソンが縁で、つながりましたね。さあ今完走しました、おめでとうございます。嬉しいです。自然もね、いっぱいあってね、沿道の応援もすごかったんじゃないですか。ごきそうでした、ね、じゃあもうゆっくりここで投げてください、ね、喜びと、ね、涙をいっぱい感じてください、ね、おめでとうございます。お疲れ様。さあなんと最後はゲストランナー応援隊も含め全員で行くか。さあ皆さん、まもなく第25回長野マラソン全メンバー完走。おめでとうございます。じゃあ万歳3回行きましょうか。おめでとう、せーの、万歳万歳万歳。さあいよいよ第9回も最後を通って、今最後のランナーがフィニッシュを切ってきました。第25回、いろんな思いを込めて、いろんなストーリーを作って、さあ全メンバー、完走しました。お疲れ様でした。はい、今日完走した感想をお願いします。完走した感想ってまた落語家みたいな。いやもう本当にこんなにたくさんの人とで、ちょっとコロナが明けてきた長野をみんなで走れて、すっごい気持ちよかったし、楽しかったし、感動しました。今後も続けるんですか。そうですね、とりあえず長野マラソンは4時間切るぐらいまではちょっと頑張ってエントリーし続けようかなと思います。長野マラソンに出たのは初めてですか。初めてです。おう、どうですか感想は。そうですね、やっぱり途中の緑きれかったけど川沿い、やっぱりこう精神的に持っていかれる部分もあったりとか、でも景色は綺麗しっていう、このなんかいいとこと悪いところがこう両方来るような、そんなレースでした。なるほど。何かちょっとこれから始めようと思ってる人にアピールお願いします。そうですね、僕2ヶ月ぐらいで4時間半ぐらいまで持っていくことができたんで、ぜひ皆さんもエントリーして、たくさんの人でちょっと健康に、そして楽しく走れたらいいなと思います。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。